すねを交差させてあぐらの姿勢で座りましょう。上半身を前に倒し、手のひらを地面につけます。腰や背中が気持ちよく伸びるところまで腕を前に伸ばします。お尻をマットにつけたまま、息を吐きながら体の余分な力みを取り除き、リラックスします。胴体を少し起こし、手のひらを右へ移動させて、右斜め前へ前傾します。腰や背中の左側をじんわり伸ばして、大きく息を吸ってあばら骨を広げ、体の内側からストレッチを深めていきます。少し上半身を起こしてから、手のひらを左へ移動させて、胴体を左斜め前へ倒しましょう。お尻の右側をしっかりマットに根付かせて、土台を安定させます。肩や顎の力を緩めて、大きく呼吸します。手のひらを中心に戻して、腕を前方へ伸ばします。お尻の骨、座骨がマットから離れないところまで、そして気持ちよくストレッチできるところまで腕を前へ伸ばして、深い呼吸を繰り返します。鼻から大きく息を吸い込んで、鼻か口から大きく息を吐きます。ゆっくり上半身を起こしてください。足の裏同士を合わせて手で足先をつかみます。頭を右回しに回しましょう。できるだけ大きく頭を倒して首をストレッチします。中心に戻ったら今度は左回し。首から肩のラインが気持ちよく伸びて広がります。もう一周ずつ回してください。息を吸いながら頭を後ろへ。息を吐きながら前へ下へ倒します。歯と歯の間に隙間を作り、顎の力を抜いて首を緩めます。中心に戻ったら膝を閉じて足を前に伸ばします。右膝を曲げて足の裏を左足の外に置いてください。息を吸って背筋を伸ばし、息を吐いて右へツイスト。呼吸を続けながら息を吐くタイミングで背骨を優しくねじり、腰や背中の張りを緩めていきます。左のつま先と膝頭を空に向けて、お尻を左右均等にマットにつけておきます。中心に戻り、右足首を左膝の少し上に置いたら、両手を後ろについて左膝を曲げます。お尻の右側をストレッチしながら足を軽く左右に揺らして、足の付け根を緩めていきます。余裕があれば足を左右に倒して腰回りも一緒に伸ばしてみましょう。中心で止まります。左足を伸ばし、右膝を曲げて横へ倒してから足の裏を左の内ももにつけます。息を吸って腕を広げ、息を吐いて右腕を左へ。呼吸を続けながら右腰から脇の下までストレッチします。
右腕を後ろへ伸ばして腕の付け根や胸の付け根をストレッチします。今度は左斜め前へ伸ばして肩甲骨の周りを広げます。息を吸って上半身を起こし、背筋を伸ばして、息を吐いて前屈、お腹を太ももに近づけるように胴体を倒します。呼吸を続けて、左のつま先と膝頭を空に向けて、お尻や腰、左のもも裏や膝裏、ふくらはぎをじんわり伸ばします。上半身を起こして右手を右斜め後ろへ置いたら、左膝を曲げて足先をつかみます。左ももを右足の裏につけて、腰を丸めながらかかとをお尻に近づけていきます。太ももの表側をストレッチしましょう。手を離して足を解放します。両足を前に伸ばしてから、今度は左膝を曲げて足の裏を右足の外側に置きます。息を吸って背筋を伸ばし、息を吐いて左へツイスト。大きく息を吸って、背骨を広げるように腰や背中を伸ばし、大きく息を吐いて広がった背骨を下から一つ一つねじるようにイメージします。左胸を開き、顔を左斜め後ろに向けて、首もツイストします。中心に戻り、左足首を右足の上に重ねて、手を後ろにつきます。右膝を曲げて、軽くお尻の左側を伸ばします。足を左右に少し揺らして、足の付け根を緩めたり、大きく左右に倒して腰も伸ばします。無理のない範囲で動かしてください。中心で止まり、左足の裏を右の内ももにつけます。息を吸って腕を広げ、息を吐いて胴体を右へ倒しましょう。左膝をマットの方へ下ろしつつ、左腕を右へ伸ばして、左の体側を気持ちよく広げていきます。左腕を後ろへ広げるように伸ばします。顔は首が楽な方向に向けてください。呼吸します。背中を丸めて腕を前へ伸ばします。じんわり伸びて広がる背中や肩の感覚を感じてみましょう。息を吸って上半身を起こし、息を吐いて前屈。頭のてっぺんを前へ押し出すように、息を吸って背筋を伸ばし、息を吐いて気持ちよく右足全体が伸びるところまで胴体を倒します。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐きます。
上半身を起こして左手を斜め後ろへ置いてから右膝を曲げて足の先をつかみます。猫背になるように腰を丸めてかかとをお尻に近づけ右の太ももをストレッチします。顔の力を緩めてリラックスしましょう。手を離して足の裏同士を合わせたら足の先をつかんで息を吸います。背筋を伸ばし息を吐いて骨盤を倒して前屈、股関節の内側を伸ばします。足が左右均等に広がっていることを確認して息を吸いながら背筋を伸ばし、息を吐きながらお腹やおでこを地面に近づけていきます。上半身を起こして足を広げてください。つま先と膝頭を空に向けて上半身を倒し前屈します。腕を遠く前へ伸ばすか肘をマットにつけましょう。息を吸って腰や背中を広げて、息を吐くたびに体の余分な力みを手放し前屈を深めて股関節の内側をストレッチします。上半身を起こして足を前へ伸ばして揃えます。息を吸って背筋を伸ばし息を吐いて前屈、お腹を太ももに近づけながらお尻や腰、もも裏や膝裏、ふくらはぎをストレッチします。じんわり広がる体の感覚を感じ取ってみましょう。ゆっくり上半身を起こしてください。これでレッスンを終わります。ありがとうございました。ナマステ。